こんにちは皆様、今羽田空港に来てるんですけど、全然人いないですね。やっぱり人いないです。まあこれから、北海道に行って、まあキャンピングカー生活を決行するんですけど、まあ約10日間から2週間ぐらいは、まあ誰ともちょっとなるべく会わないようにしようかなとは思ってるんですけどね。まあちょっとこんなあれですけども、まあ楽しんでいこうかなと思います。キャンピングカー生活が始まりました。2020年3月31日東京から北海道に、移ってまいりました。無事車のある場所にたどり着きました。まあ、お正月から約3ヶ月間経って、まあ、畑の上だったのでぬかるみにかなり埋まってたんですけども、まあ、前回の教訓があったので、スタックキーパー、スタックヘルパーですか、あれを使って 4WD で無事脱出はできました。まあ、あまりさほど難しさは今回はなかったかなと思います。まあ、無事に今車と一緒に生活できてます。で、神上げさんおめでとう、出ました。当初は、すぐ改造する予定だったんですけども、まあ、今世の中がこんなご時世なので、まあ、念のため、2週間この中で生活今し始めてます。でちょうど今5日目になってて、まあいい機会ですよね。必要なものとかいろいろ見えてきています。あの差し当たりというか、もうとにかく絶対必要だなと感じたのはやっぱ電源ですよね。まあ動画の編集ってデータが重たいんでものすごい電源食うんですよね。なので電源なしで PC で編集すると一瞬で空になってしまうんですよ。なので全くこう仕事にならない。で今回この2週間生活するっていうのは急遽決めたことだったので、あのソーラーとかバッテリーとかが実は間に合ってない状態だったんですね。なので光信さんの 900W まで使えるポータブル発電機を急遽買いまして、これを利用することにしてます。ポータブル発電機なのでやっぱり相当騒音がうるさいんですよね。使う場所がかなり限られてくるので、やっぱモバイル電源システム、電気システムをちゃんと作んなきゃいけないなという感じではあります。まあ、ソーラーパネルをちゃんと設置して屋根の上ですね。でちゃんとモバイル電源を積んで、そこで循環させて生活したいと思ってますね。で直近だとジャッカリーさん、ポータブル電源で今ものすごい人気出てきてるブランドので、これが多分今月の11日ぐらいに届くので、近日中にレビュー動画もアップしていきますのでよろしくお願いします。でもう一つ、トイレを道の駅とかでお借りしてるような状態になってて、で夜中の今北海道マイナスになるんで、夜は非常に寒い中トイレに行ったり行かなきゃいけない。キャンピングカーを持ってる方たちってみんなこうトイレ絶対必要ないって言うんですけど、うちはねやっぱり、うちの奥さんとも話してて、やっぱりちょっと必要かなとは今の現代から、まあ、5日間ですけど住んでみて思いました。やっぱりねトイレの設備をちゃんとしたいなっていう風に思ってます。もう一つはあと温水シャワー、やっぱりこの中でシャワー浴びれるようにしたいですよね。この辺温泉だらけなんで、もう山の中入っていくとねいい温泉がいっぱいあるんですよ。でまあ最高に気持ちいいんですけど、やっぱねコストが高い。まあ僕ら今家族風呂に入ってるんですけども、家族風呂だとやっぱね1200、300円毎日かかってくるんですよ。でこれ月で換算するとかなりのコストになってくるんで、なのでやっぱり温水シャワーを出せるようなシステムを早急に考えなきゃいけないなとは思ってます。でポリタンクで温水を作るっていうプランを前回の動画で出してるので、ぜひそちら拝見していただければなと思いますし、あとカンパーっていうブランドの温水シャワー機を今お借りしてますメーカーさんから。でこれのレビューも、近日中に必ずやりますので、ぜひ体験していただければと思います。はい、でまあ5日間生活してみて2週間きついなって正直最初思ったんですけど、まあ何のこう改造もしてないのでね、丸裸のままのこの車なのでちょっときついかなと思ったんですけど、意外とやってみると
相当快適でした。寝るやっぱりスペースがやっぱロデオはこう下がクイーンベッドぐらいなレベルになるんですよね。で足もしっかり伸ばせるし、まあ、僕の身長の関係もあるんですけども、しっかり足も伸ばせるし、あとねやっぱり天井が結構高いので圧迫感が全くないですね。朝起きたらカーテン開けたらもう絶景がポンとかって出てくるっていう環境はやっぱ醍醐味だなと思います。天気を見ながら好きな場所にこう結構移動するようにしてます。北海道広いのである程度ちょっと移動すると雨が止んでたりする場所があるんですね。でそういう場所に移動して、まあ景色を楽しみながらとか、まあ外でねこうやって PC で仕事なんかしたりしてます。まあそんな感じで、なんとなく今やってる状態ではありますね。まああと10日間ぐらいはこの中で生活するので、まあまた逐一 YouTube 配信したりもするようにしますし、あと Instagram に日々のこう雰囲気なんかも、できる限りアップしていきますので、ぜひフォローしていただけると、嬉しいですね。まあとにかく始まって、見て思うのは、今世の中は大変なことになってますけど、まあ一番やっぱり今幸せを感じるのは僕もすごく心配だし、今日本中どこ行っても不安でいっぱいですよね。だけどやっぱり大切なのはやっぱ家族で一緒にいれるっていうことと、あと食事をいかに美味しく食べるかかなと思います。そんなお金いらないと思うんですね。本当にこれ本当生活コストほとんどかかってないですから、まあ、今お風呂とかねいろいろかかってるけど、はっきり言ってほとんどの生活コストはかかってないんですよね。まあ、これもう今よりももっとかけないようにすることも可能なので、そんなお金なくてもやっぱりこう環境と、大切な人とで仕事、自分が熱中できるもの、本気になれるものっていうのをまあ1個か2個かあれば、もうそれだけでかなり乱されてる感はあります。まあこれからねどんどんこうこのキャンピングカー生活をして見えないものも見えてくると思うし、ぶっちゃけ途中で嫌になる可能性もかなりあるんですけども、今はねメンタリティもみんないいから、当分はこれを続けていきます。まあ10日後ぐらいになったら1回、改造の方に思いっきり入っていくので、またそれもですね動画で配信できるようにやっていきますので、またご視聴の方いただければと思います。それでは皆さん、くれぐれも本当にお体だけ気をつけて、念には念をすごく大事だと思うし、今東京に僕の仲間たちもいっぱいいる、もう本当めちゃくちゃ心配ですよね。本当に無事でいるとは思うけど、まあ本当そういう気持ちで僕も今こっちに来て、100% の最高とは正直思わないですよね。やっぱり世の中は重たいから、みんなでこう、ね、やっぱ人と人をこう今、距離があるし、まあ、今僕も親なんかとちょっとこう会う時も何メートルも離れてマスクし合ってね、お互いに、なんか偉いことになってますよね。だから、まあ、とにかく早く収束してほしいっていうのと、まあその中でも今できることを、熱中できることを、まあ、僕はやろうかなと思ってます。まあ、全ては勉強、そしてクオリティを上げて、人生を楽しむっていうことだけどね、あとはまあ娘の成長を今間近で見てるんで、そこをね本当にそれだけは本当幸せ。まあ、とにかくまた動画の方を上げていきますので、またご視聴いただければと思います。それではまたお会いしましょう。